飲むか食べますか。あのあげてあげるんちゃう。ホンファレしてるんです。ありがとうございます。あげる。早っ。まずなんかラベルを外してもらって。そう。あ、俺ちょっとビール中なんで。実況してください。これ太郎のコンファレで。違います。これ関節のパニック。話聞いてました今。関節のパニックって何？ワンパンマンで、新速のソニックの。音速のソニックじゃない？音速か。音速のソニックが埼玉に言い間違えられて、関節のパニックって。そんなのあったっけ？一気にいっちゃう。マイナーだ。これでするとこれから。コンファレが一票もこの人がいるから、ね、ネタバレ以上にひどい。予想だろとか言って、それをさっき自分が突っ込んでたのに。実況向いて。俺の予想だ、まあ、予想だから分かんない、まあ、予想だからね、まだ、うん、その可能性があるだけだから。多分アルキリンのメインも多分一発ぐらいしかもらわなかった。なんかもう見た後の人みたいな。最低。あれ入んなかったんだよな。なんか本張りで、ああステップか。手伸び貸すんだって結構。リボは結構あんだよな。あ、いや本張りも結構あると思うけど、うん。あ、そうですね。けどフォンファレの場合かなり渋いよね。そのゲロビ以外で火力取れないのに。あ、そうだよ。クシーもそうだね。結構。え、あ、クシーもある。クシーめっちゃ多いね。まあ、嬉しいかな。ゲビ220ぐらい。200ぐらい。いや、よく知らないっす。220ぐらいじゃない。あんま、わかんないんですよね。威力あんま気にしたことないんですよ、このゲームで。コンボ火力とかもあんまり分かってないんですけど、まあでもなんか今個装はやれる武装だけとかで知ってれば、そう、それぐらいしか分かんないみたいなんです。割とこのゲーム感覚じゃないですか、なんかダメージ感覚って。まあ自分が触ってるキャラぐらいは多分。はいはいはい。いやでもミニモム打っていいゲロビじゃないのバンシーが一番だから。昔は昔はないですよ。昔のバンシーが一番強い。まあ、あの初期ですか。まあ、やられるのはやっぱ初期はもうあれおかしいっすよ。とりあえず、ホスク。太郎はどうなの、ホスク使っていくのこれから。使いましたよ。いいね。マキオンで最後らへん使ってたんで。セーバー持ってたの。俺マキオン最後なんだ、フルセーバーか。あんま見たことないんだよな。でも最近多いんだよね、やっぱリボよりこっちの方が見る。うん、リボ修正読んでんじゃない。そう、みんな修正読んでこっち使っちゃってるけど、まあこいつも修正されると思うんだよな。なんだ、特化するリロード8秒前になる。そしたらもうこいつ終わりっすね、多分。まだちゃんとした修正がないからさ、どの規模で修正してくるのか分かんないよ。あとどういう修正するかがわからないみたいなところがあるから、さっきあれなんだっけ、生放送のやつ、うん、見てきたけど、うん、参戦期待発表みたいなの書いてある。あ、うん、そうそう、八の音書いてないから。あ、そう、八の音も出しますね、書いてないから、うん、参戦期待だけ出されてる。いやーね、まあと修正するにしても加工だけだとちょっとね、前みたいに1週間前に指出してくれるね。でもそれだけ自信あんじゃない今回。今回は緊急事態宣言あったからしょうがないとしても、前作から本当に発表遅いから。こいつサブのリロード早いっすよね、だって。コスク？はい、早いっす。それは今までと比べてってことですか？でも単純に使ってる感覚で感覚になることがないってこと。まあエクバ2より断然早いね。あ、そうなの。なんですか、エクバ2こいつあれか、あの終わってたから。ゴミみたいなキャラだ。サブ3回吐かすとさ、サブ3回吐かせたら絶対着地してんじゃん、うん、でそれを追いかけてさ、横とか吐かせんじゃん、うん、その後また横サブ溜まってんだよね、いつも追ってる時、それをどっちかはどこすようにしてるもん。ああ、ほら、
とりあえず。サバナ、今はちょっと覚醒使ってるから両方ない状態だけど、使って両方攻めた結果こうなってるけど。俺動詞だからあんまり気にしなかったな。乗ってるんですか？ホスク乗ってる。ホスク結構使った。ホスク結構サブが大事です。サブあるかないかで。一番使われてんじゃないかな、身内で。まんべんなく。誰みんながサブってる人やな気がするの。ホスクが一番。あ、違うかな。どうだろう。どうなんだろうね。一番サブ。まあ、バンシーじゃん。バンシーか。そのぐらい。フォンファレか。でもフォンファレでも言うて3人じゃないですか。3人誰だ。ダーレ、タロー。タロー。タロー。まあ、多分使ってない、最近。最近抵抗乗ってなくない？抵抗は。抵抗、折れない方が抵抗乗りがバイヤーから。てか、高校乗りいない。いらんなら、一番。から。ガナザク邪魔だったな、昨日。マジ邪魔っす。久々にやばいと思った。この試合もやばかったの。相方も14しかなくて、ここを。お見合いになってやってないのに、やってないやってない、これマジでやってない本当にやってないよ本当に。あの横サブ連打してたら変形しちゃってそのまま見出てこれマジでやってないっす。言わなきゃやるな、やり込みだな。いや、まあ、やり込んでる程度それ正直なの受けるの。声入ってるよ。これはもうちょっと正直にが、まあこれここいやー、でもすげえわ、あれ読めなすぎるよ、ね、店長からの施し。これ何 XO？ ファビオンが XO。 XO か、やばいね、XO がやばい。 XO ってこれ、10年以上鋳造してないとブランデーってのなんないんですよ、確か。 XO にならないんですよ。はい、VSO2 の、あ、VSOP だっけな、なんかそれになるんですよ。高いエクスだよ。これ多分ツー。多分当時は安い。これあれか、太郎と組んだ時ですか。そうだね。もう何年も寝かせてたっていう。あれでしょ、14戦12勝してる。そう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 。結構勝ったんだよ。少なくとも数戦はすると思います。バエル・バンシーは合うの？バエル・バンシーはもうバエルが取れない時にゲロビュってくれればもう。コルクか。ブランデーでコルク。取れなかったんだよな。ブランデーって大体コルク。本当だ。まあでもこれあれだ。これで取れるやつタイプだけど、何年も寝かしてるとそうなる。コルクが劣化して、バイブが前出てくれて、ナイフとかないと。キタちゃんゲロビナイフ、ナイフ、コルク、あれ、あ、コルク抜き。いや、コルク抜きはね、いけないかな。いけない、崩れちゃうから。崩れる。あ、ナイフだからもう押し込むか、キリしかねえな。ナイフしかない。ナイフ、あ、それでもいいと思う。あ、これでいいじゃん。これでいい。まあ、なんとかなる。もう押し込んじゃってもいいやつか。俺こういうの不器用だった。せっかく先が実況してたのに終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。相方バイルだから、絶対先押しすること、絶対とは言えないけど、ほとんど先押しすることはないよね。そうね。もう押し込んで。ダブルロック引き受けてるから、バイルがそもそも。ボロボロってしちゃった。あ、それもう無理やった。先押しはなかったんだよ。ほとんどなかったよね、確かに。もうそうするんじゃないですか。あ、これ赤坂の運命。小峠いいじゃん。なんで小峠？設定した人じゃん。多分それコルクが劣化してるってことは、もう多分10年ぐらい置いてたんじゃないですか。なんだかんだ運命初じゃない？視点になるの。あ、そうだ。今まで一回もあってない。俺も使ってみた。運命弱いじゃん、だって。あの、全一運命でさえ。バンシーでいいって。まあね、バンシーでマジでそうなんだけど。パルマの前とかあったら面白いんじゃない。ああ、これ。そう。そしたら多分強いよ。それ使うわ。誰なんですか。まあ、あとゲロビも拡張じゃなくて後ろ特殊になったら。確かに。え、後ろ特殊で。めっちゃ早く。あれなら使うよ。で、ブメもバンシーでしょ。これいいじゃん。いいって。で、後ろ特もカウンターで。バンシーだそれ。今のウィキ曰く314減るらしい。軽傷で済んだ。カット体勢高いよ、名前ハセですか。でもこれ結構本当に、あの、取りやすい方です。あの、透明じゃない瓶あるんですよ。透明じゃないのはマジで取りにくいです。
っと開いちゃった。まあここは食らっちゃったけど、隠してあるから。やる。最初何か任せるね。これは死んじゃう。できる限り入れたわ。できる限り入れたわ。まあ、食っても大丈夫でしょ。食っても大丈夫。そう、できる限り入れたわ。自分に。で、こっち側から注げば多分大丈夫。ああ、これは小峠覚醒して。小峠覚醒から。小峠ああ相方が。これ、ちょっと状況多分微妙。そんなに良くない。おー、いいね。まあ、しょうがないですよ。はいはいはい。でもギロビモナ曲がんなくなっちゃったからな。そうなの？あんま、うん、曲がんなくなっちゃったら実は来てんだ。飲むならか。じゃあちょっと待って。氷。あ、コニャクは基本的にストレート。あ、そうなんだ。これ、まあ、結構保存状況は微妙だから、なんか味で結構変わってるからって感じ。ストレート？基本ストレート。あー、これはね、ジョージのこと。俺の視点なんだ、俺見てない。この2視点分ぐらいひどいな。酒の話しない。そこ店内、これは、ね、そうか、店内か。相手誰？シゲと、バーニングフォースとバーボン。バーボン、バーボン、バーボンはやばい。バーボンもな、知りそうじゃん。あ、これすごいな、なんかピリッとしてるな。蓋ない。蓋もうあれ崩れてるから。黒いやつあった、黒いやつ。いや、あれだからコルクと合体してるから無理やん。コルク掘ればいいってこと。そうそうそう。いや、それ意味ないですもん。意味ない。もうこれラックで保存してる。あ、そういうやつなの。まあじゃあ酸化しちゃうけど、あ、これなんか、いや、しょうがねえ。まあ飲み切るじゃん、このくらい。飲み切るか、時間があんまねえんだよな。あと1時間もねえ。じゃあコミの持ってくる。まあ、おう、それウーロン茶です。酒ってこと。定期はしない。ワンワン持ち込めるんですか。ワン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 。ウェイ、ダメじゃん、バーボン。バーボン頑張れよ。やっぱ初代使いからしてどうすか。全然関係ねえじゃん。でも昨日も初代使って、シナンジュ初代で。ああ、そうね。抵抗はもっと無理だわ。絶対わざとだろ。今230超えますよ。あれ、俺だった気がするんだよ、初代はさ。触れた。本当にそれこそあれだけどね、簡単だと思うけど、ガンタンクよくづらそうな方にガンタンクだけ打って、っていう。その場合、バンシーに負けまくるんですよね。ネストロになるまではもう全然。生だったらもう多分一緒当たるから。どうなんだろうな。で、できれば、例えばガンキャノンとかで追記して、いやー無理だこれ、ジャベリンレベル2でも刺すっていう、やっぱり、ジョージのボットはやばい。マジで強いプレイヤーみたいな感じで動くぞ。うまくハマればね、強いんだけど、結構、抵抗が大変なんだよね。あとはね、覚醒で巻き返すってことがないから、立ち回り的ね、荒らすことはできる。覚醒で荒らすとかできるけど、自分が覚醒持ってた方がいいとか、ここは相方に任せていいとかがあんまりないから、まあ、職人気質って言って教え込みですよ。これどれのか、あとでやり込むあれがあるのはすげえいいと思う。あいつのボットはマジでガーベラ出た隣。これ普及だね、もう確定した。これはね、あれだな、どれのが結構狙われて爆発する展開になっちゃうけど、まあなんかそれはそれでみたいな、そうなった時の巻き方みたいなのが、今までのドレの視点とはちょっと違うやつを選んでみました。ドレのはデイリーだな、止める術がないな。まあ実弾がないから。上下特殊、うん、あれ通るんですか。壊されたりしますか。あ、壊れないと思うけど、まあ、あれかもね。まあ、だから特殊置いといて、どっちの特殊でも、うん、で A 弾ガードっていうのが一番いいと思う。で A 弾相手が打ってる最中に特殊両方置いといて、どっちの何でもいいから。フロビーの後ろ角みたいなの欲しいですよね。あ、後ろ角、そうです。あ、どれがきついの。やっぱあれだね、3000の格闘技が、3000の格闘技はまあマジでもうなんかほぼノーちゃんみたいなライブルで、相方に頼るしかないみたいな。もうやべ、覚醒ハゲてもいいよ。でもこの覚醒がどれだけ、これでかいな。リボ側に行っちゃったのかな。
たまねえな。ああ薄角中でもたまなくなるんだ。薄角も使わないんだ。あ、でも、あ、俺もう一回落ちる。そうですね。ここだったらまだリグがないが、攻め力あるんで。全然。まあ、問題は金属がどれぐらい出てくるか。だろうね、こっからなんか出てくるイメージなんだよ、ガナザク。ああ、いいっすね。新要素。ガナザクちょっと計算でした。前角ってまだ2角。ああ、これが勝てないって。ああ、そうね。まあ、結構強くだから、まあ、まあ、しょうがないかなって感じじゃないですか。うん、まあ、けどこれなら勝てそう。うん、まあ、リボガンにも覚醒あって、こっちも覚醒あって。吐かせて。おマスマ、マホース、マホース、マーニング、マホース、まことげらしいな。もうこうなったらもうゴッドのワンチャンだけ警戒すれば。で体力的にはダメか。どっちでも良さそうですね。まあ、ゴッド地層なんでまあ。これも勝てないよ、ね。まあ相手覚醒してるから。それでもって感じじゃないですか。普通にやっぱゴッド、まあ、で強いですね。昔の印象だと勝ってるイメージ、うん、勝ってるね、うん、まあ少なくとも同点だね、うん、でプラ相手スタンダーからプラスみたいな、そうよくあったのが少なくとも同点っていうイメージある。あれマスターの横でも同じ感じだったから、あちょっと考えないとなると思う。この横発生やばいですからね、うん、いやけどいやあの発生の早くなるっていう修正もらったの、これ本作ですか。いや前作か、はい、前作あーアップデートの時。そうそう。で、ブーカクめちゃめちゃ早くなって。もう終わった。もう負けます。これ負けよ。負けます。もう黒も終わった。これが、団長のマスターの。相方です、俺。はい。で、俺、対面が俺とバーブ。あっ、バーブ。名前。夜に使ってるスダモでたまに貸し切りだ。そう貸し切りしたとこあって、それが一番自然気で、この時のモチベーションみんなそんなにないから、なんか今でも全然、まあちょっとキャラは使ってるキャラだけど、あんまり動かみたいな。うん、それ今みんな持ち気ある。そうなんだろう。こいつこの時兄弟もそんなにやってなかったね。兄弟やってないの珍しいな。なんか毎回やってるイメージなの。ちゃんと。あの場所のリボンできるのじゃねえか。上がってから。おい。直球のリネクス変わってねえな。私いつもやってたもんね、起き上がりいるとか。うん、もう一回やってすぐに上がりいるから。ズボーン。ズボーンはやばい。絶対身内のコメントなんだよ。ズボーン。どういう意味だったの。これ誰かやってるんだよ。ここのテレビ使うのもったいないんじゃないのか、教えてたのか。あれが引っかかったかもいいねんけど。ワン、ちょっと足悪いけど、ワンガーデン。ツーガーデン。ツーガーデン、ツーガーデンでいいじゃない。これ、これ、次だ。でも、これ、はい。あー、なるほど。伸びが使ってる。スライダー、加工してた。うわー、冷静。もっともなんか、両者が認知になった時に直接食らっちゃいねえじゃん。うん。これが、ターニングフォース WX。巻き音の背面があるしね。もっとそばが苦手すぎる。見に来ましたみたいな。来ました。そうだっけ。そうっすよ。そう、俺だっけ。そうっすよ。そうっす。一人しかなんかもっとブドウの匂いが
あ、そうね、はい、匂いはね、と団長の字をまた店で出してるのもね、そんなもんなのかな、やっぱ効果使ってますね、うん、いや、運命は簡単だな、うん、ほとんど3カード反応してる、確かに難しい、珍しい当たってる、これ誰の選手、これはバーニングフォース、あ、バーニングフォース、え、そう、そばたに小峠か、そばたに言い直すな言い直すな、そばたにがウーの本人、あー、え、それだったらバイル使えそうっすよね、いや、多分いないと思うけど、バイルバイルじゃなくて今、今、いや、マジでバイルの N 特格やばいっす、 N 特格でしょうね、これ、いや、それじゃないっす、好きだっすね、あのダンスありのそれだとマジでギランコロ前かも、気持ち高いですね、あれでちょっと脳溶けてたんでバイル使わなくなったんですけど、この時のさってるか、あ、ツンダしてねツンダしてね俺も顔してる、変形変形があるバイルですね、本当だよ変形してねえよ、変形してない、なんで使ってるキャラで偏見って G セルフとか、あ、言われてんじゃん、コメント誰のコメントだよ、身内なのか普通の一般コメントなのか、これアガラバーボンのダブレックス、ダブレックスに3人ソラジロー、アガラバーボンですね、ソラジロー中の人、私かバーボン名前どうなってんだよ、終わったな、いい横、あ、死ぬ、あ、メイン終わった横、普通に横、一個しか、最後横、やるな、日本各国日本各国何って書いてありますこれなんだ、バーボン、あ、バーボン、リボン、おお、ツボがやばいですよ、ちょっと待って、後ろとくがきすぎだろこれ、後ろとくやばいねバカだろこれ、これなんで黒に使ってる、逆に黒もしてるツボったなんだ、誰のコメントだよ誰が書いてるんだコメント、あ、ちょっと今度あれだね、黒黒動画もニコ動に上げてるとこんな感じで見ますよ、あ、コメントが面白い、意外と誰がコメントするんだよ、これ自分たちの究極匿名なの、え、ちなみにこれ誰が書いたかって分かるんじゃない、でも分かんない、分かんないんだ、ただ同一のコメント、なんか、なんだろうな、 ID が分かるんですよ、2ちゃんのコメントみたいな感じで、あ、誰、同じやつがコメントしてんなみたいな例が分かって、ただそれが誰なのかは分かんない、常習犯だなみたいな感じで、こっちのウィングだよ、団長ですか、団長です、あー、なんかなんでリボを確実に見れてたの、受け身させたからまあ、でもちょっと末期の環境だからなんとも言えないけど、確かにウィングゼロとかだったら別になんか確実に食らうことないから、その時なんか攻めたってことだった、まあ、だからそのプランで言うなら、そのめっちゃ横振ってるやん、攻めてリスクしたものとっていうのをデミリックなんで、分かる、めっちゃ横振るやん、まあ、選択肢としては別に覚醒してて、自分があのリングは空間が空いたんだったら、まあ濁せば有利、そのまま継続できるかなっていうのはあるかもしれない、ただ継続兄弟だからな、ヨシギをやってるヨシギはヨシギをやってるいつも何が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 
ハリウスバンドって言ったよ。いや、相当なんかあんまり、じゃなんかガチでやってないんだなっていうのがわかる。キャラ戦が。これは誰？これ俺だ。俺の、まあ、俺が組んで使ってるのよくわかんない。モスクは誰？モスクはわかんない。階級が、なんだったの？シゲ、多分シゲだ。え、シゲなじゃないですか。モスク？ちょっと見てなかったけど団長か、あれじゃないですか。カードが記録されてないから。アリオス狙え。アリオス狙え。アリオス狙え。人気だね。ほとんどツボ。息子の方じゃん、コメント。全部ツボ過言じゃない。次バンドダムじゃない。あれ新鮮に入ったんだっけ。ガタパスは早っ。早っ。足質めっちゃ気に。ソラジロやられるよ、これ。サブメイン何？サブメイン何？エクバ2かな。マキョだってやつ、サブメイン最後の選手修正前、これ結構最初の方なんだよね。レギルスもなんか指定になったんだけど振り込まなかったんだよね。あと運命の残像メインが、まあ、スタンしない。 N 角1回も食ってないと思うんですけど。N 角上に N 角って出てて。N 角やってたよね。だって置き詰めで N 角振ってなかったっけ。あ、ちょ、置き詰め振ってたよね。自白それって自白してます。自分が書いてあるから。ちょ、N 角。いや、ちょ、コメントで N 角一回も振ってないって書いてあったけど、今、俺さ、置き詰めで N 角振ってたよねって。あー、ちょっとあんまり意識しないな。いや、え、体育で N 角振ってたじゃん。あー、振ってたよね、体育で N 角振ってたよね。じゃあ、え、いいやつ書くなんじゃないですか。今 N 角振ってた。いい N 角。コメント見てから振ってんだよ。コメント見てから N 角振ってるよ、これ。いいな。そういうこと。そういうこと。いいな。
あー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 くそげー最後隠されそうだったそうですよ、ね、あれだったらいや、チューズ先輩やばいどんなコメントだよスナックジラあ、これクジラじゃんいいねえしょ、あいつこれなんで曲にするこれはわかるうまい、もううまいもううまいめちゃめちゃ、めちゃめちゃなもうコメントしてんじゃんこいつも人気だな人気だな、あいつうまいな。本当かよ。本当かよ。まず情報がいいところだと思う。マジ。これお前何？お前何回コメントしてんだよ自分でお前。スナックコメントしまくってんだよこれ。やばいな。いや俺一回も多分見たことないずっとお前だよこのコメント。うますぎ笑わないずっとこれ。ずっとこれ開幕から。開幕からだよ。全部お前だよ。犯人が。絶対全部お前でしょ。え、ちなみにあのマキオンの多分ニコニコ動画一回も見たことないですよね。今のですか？嘘つくなよ。今のディスコが横サブ横立てる横横に横ここですお前から違われてる。つか俺こんなん使ってたっけ俺あんまつか俺まず薄く作ったのあでもソロブレイブスだからお前じゃないああ偽物ではないソロブレイブスお前しかいいんだよなソロブレイブスかブレイブブレイブの星5勝負とかみたいなうまい感じしますな抜けちまったぞいやこれめっちゃコメントの質が一気に変わってんじゃんもうだってこれ覚えてないもんもうホスクとかあって使ってたっけみたいなこれねオンラインじゃないいや相手もないですよあオンラインうん赤羽でやった時のまあオンラインっていうか天皇大戦だけど知らない相手か知るなんとかってやつやもんすげえ知るなんとかって誰だこれはそば谷じゃないですか俺なんだ相手これも知らないでしょいやこれは店内の団長のサウンドドッグと使ってたなトイレからもらってきたときに、なんかコメント投稿みたいな。あれ、俺だったんですよ、指定。あ、そうそうそう。全然気づかなかったです。ダブルオーダーの部屋ですね。あ、そういうこと？すごいやばいちげーし人気なんだよマジでないだこれなんでそう待ちわびるガロイガロイガロイは面白いだって運命してんだね確かにどこを見ていったのどこを見ていったのめっちゃ横振りますねだからめっちゃワクト振るここまでだっけ荒らしてくれてるから。え、ガロイはやばいな。ああ、オーバーロードがある。ああ、あったね、それ。コメントでも、クソ優しいね、マキオ。優しいね。ネクバツの完成やられてるんだ。いや、ああ。間違い。間違い。見ろ上まで行ってる同じ呼び方してる
セグウェイの内陣と団長の三国かな。味方相手どうだ。相方は太郎。太郎も太郎三国。ルリアの。え、これさ、これ負けよ。負けよ。これあれだ。俺と海星新着に食べてるんだよ。あ、もう。はい。あ、そう。確か。だって相方。オンラインってことオンラインじゃないです、これ多分どこ多分、プラベですね、これプラベなんだ。あー、なるほどね。なんか、ライチンの差も強くねって思ってたんだけど、プラベだったっけ。今もワンじゃないの。あー、そういうこと、マギョンかな。マギョンってプラベだったっけ。あるよ。あったっけ。中小でもライチンのファンってこんな強かったんだね。なんか今じゃもうなんかあんな頑張って避けるみたいな感じの武装じゃないから。そうね、比べでは全くそらない。ライチン3号決定で3号決定結構きついんだよ。でもリミさん戻ってきてほしいな。いろんな今の環境武装の性能とかだったらお兄さん結構強くなりそうな気がするんだよな、ちゃんとやったら。でもそれで言うと両親も結構お兄ちゃん負けるってさ。負ける結構悪いかも。え、何でやったの。黒くなかった。いや、黒くなかった。戦うって。戦うって。まあ、戦う機会、まあ、あんまり決まないらしくて。はい。結果だったけど、立ち回りもできるし、強い立ち回りもできるし、うまい立ち回りもできるんで、結構あの三号機も使って一回当たったんだよな。両親中田コンビとセグエとランクマセグエ。どっかさ、いや、ノルにボンボコにされました。どっちがここさ。俺がリボ使って、リボ3号機とノルンガブスでやったな。竹内マリア死んじゃう、やばいだろ。何死んじゃう。竹内マリア死んじゃって誰誰。あの俺お前さ。しかもマリアなんだよ。あ、じゃなくてこれ、うん、行かれてるから。はいよ、グラスを、はい、グラスにコップを買います。お、太郎3号機。太郎3号機使ってるのやばいよな。ちなみに太郎の視点これしかないです。ブランデー超ゆっくりキヨネテコスカってそんなないしから、まあ、ダブゼが強かった頃にしか。逆ちょっとダブゼがね、Gセレフと同じ末路を辿ってしまったので使わなかったもん。ないよね、他のキャラは。こうで、こっちノワールとかハウンドとか絶対合わないもんね。ちょっとなんだな。無線コスが強いゲームじゃないしさ。確かにタロウのテコスカを結構使うキャラがないかな。ああいう、まあ、無理じゃん。いや、多分この入れ物で麦茶には見ないですよ。入れ変わった水筒ですね。好きの入れ物に麦茶入ってないですよ。せめてなんか鶴瓶の顔がないとあれダメです。鶴瓶の顔入れられる麦茶あとだよ。あ、分かんない。相手は俺とあれか、バーボンか。あれバーボン、うん、だからツボーンって言われた。386しかないから、めっちゃ前で。反応せえな。マリア、マリア、あー。この時ってナイト強いんだっけ。多分初期だから、いやでもね、カスキでやってるぐらいだから、もうあんまり今と変わんないと思う、あの家庭用の性能と。初期はめっちゃ強かったイメージだけど、なんかずっとパンが使ってたみたいな。でも家庭、これ、あれしょ、店内かどうかわかんないじゃない。いや、もう店内か、フリップス。あー、シナモンだ。なるほど。あー、なんかでも、パンの入れ見ると明らかに強いわ。あと
か、どう？パスだけ肉罰にしてみて。コメントやばいな、本当に。コメントの方が面白いかもしれないもんね。そうですね、ちょっとニコ動に今後出しといて、そうそうそう、また実況してみるのも。お腹からラスト太郎ってやべえだろ。どういう題名なんだよ。まず俺が分かるように最後の視点が太郎だったから。これがまた巻き音で、本当だ、もう俺とお前組んでるし、お前めっちゃやってんじゃん。そうじゃん、俺星あんじゃん。ああ多分ね、ほとんどブレイブしか使ってない人工コンビで。で俺マキオンの総裁席え、ちなみにマジでマキオンの総成績2000戦いってないぐらいだから、だから多分ほとんどブレイブしか使ってない。解決だけはない。これはオンラインだな。あのね、多分赤羽オンライン、まあ、厳密に言うと赤羽の天台対戦台のところで知らない人が入ってきて、まあ、買ってきたと思う。あっ、ナルトって誰だ。バラされてる。いや、自分が俺マジで多分ね、いないよ。イケブクル。イケブクルやったことある。いや、ないっす。ねえのか。ガセ情報。いや、多分ガセ情報っすよ。いや、それか、巻き目の頃いたからっていう話かもしれない。巻き音はマジで、多分俺、ブギーズと、リボンでしかやってないっすか。あと、あれか、赤羽セガだけでしかやってない。これ、相方いいんだよ。俺っす。あ、ただ。ブレイブ動けてるのがちょっと悲しいっすよ。使わなくなっちゃった。使っちゃないとか言って。多分乗れないっすよね。ブレイブずっと乗ってないから乗れないっすよ。武器図とかでもある程度勝ってたんですけど、もう今じゃ多分勝てないっすよ。YouTube にお兄さんとお兄さんのストブリと組んでるブレイブ視点も上がってる。相方芸やん。すげーコメントだな。最後締めたのに。まあブレイブのキャラクターだったらもうしょうがないけどな。バッコリムーブか。これさ、せめてか。お兄さんか。これいつだ。そらじろうないアイオスアイオス。やばいな。いや、俺が言い方、はい、俺何キャラ。ダブロー。ああ、相方でアイオス使われてます。そうで自信があった。時間多いな、ほんとこれ。店内だから330にしてるんだ。330はマジで多いな。いや、今330でやりてる。シゲ、エイジ2使ったもんだ、たぶん。エイジ2か。キャラ性がマジでわからん、あの人。いやでも本当にその全然ガチでやってない。このなんかあの世代なんかエイジ見てる世代でもないじゃん。いやだから新キャラだから使おうか。身内で誰も乗らない機体誰だ本当に。これコメントしてる。いや一応身内ってことなのかな。絶対身内でしょこれ。いや多分コメントしてるのは大体身内っすよ。この動画を俺じゃない。俺じゃない。俺違うんですか。でも俺多分2回ぐらいだけだから。多分日本格闘みたいな。興味だった。あ、やばそうだった。あのちょっとあ俺っぽいなっていうのはあれだけ。日本格闘。まあちょっと。スボンって誰だよ本当に。スボンとか多分俺じゃないと思うんだよな。だから一回コメントの ID 調べれば、あ、そうね、分かると思う。そうだね、多分日本格闘と一緒のやつは多分俺だったと思う。けどそれはもう判明させないかもしれないから。まあそうですね。判明させるとちょっと意外に俺じゃないと思う。そうなんですか。意外に俺じゃないと思う。俺多分通算でコメント多分5回はしてないの。え、ズボン
まあ、ツボはそしたらお兄さんか。ツボは、まあ、これちょっとやっと間違えたら俺かもしれないけど。全然実況しない。誰が活躍したかすら見てない。ダブロが死にそう。これ勝つんじゃないですか。ちょちょ、ドブロが負けたと。あ、分かった。あ、いや、視点が分かった。視点が分かった。視点が分かった。なんで負けんだって思ったら。多分、あれだ。ライブでなってるから、とりあえずモニターで流しておいて、勝つか負けるか分かんない。単純にあの、ガナタク使えって言ってないですか。いや。なめくすんな、みたいな。これはセグウェイのアイテムだ。曲が。曲コケだ。これクエスト、え、シスタークエストってこれ確かに赤羽のやつじゃない？赤羽赤羽の天才対戦だ、これ。シスタークエストって何だっけな、なんかあれだな、茶髪かなんかないですか。マックこの辺すごい誰だよ、本当にこれ見せるのよ。いやだね、この見えつきだよ、本当に見えつきのやつはね、大体マスコさんのとこ俺じゃない、こいつか太郎だよ。俺2個だもん。いや、多分赤坂に行くか、それ。俺2個度見ないっすよ、まず。え、可能性何パーは？ゼロです。30パーとかない？ない。30パー結構多いっすよ、容疑者で30パー。それね、たまたまブロックされてる人がたまたま見に来るのが面白いけど。そんな確率、それこそなんだろう、全然チャンネル登録者数いないやつだけど見に行こうって言って見に行った結果ブロックされてるやつなんだって。高打ちかこれ。重いねって言われて、こいつ褒められた人格。ちょっと上手いって言われる。それだけで次元が使える。いい前とか。これでもデバトクだから間違ってない。おばちんゲール。おばちんゲールはこれ多分おばちゃん知ってるでしょ。じゃあお前じゃないか。いや、俺じゃないですよ。俺マジで、あ、ちなみに言いますけど、俺マジであのニコ動はほぼ見たことないです。アプリとか入ってないですよ。すげえ、めちゃくちゃ変化してんじゃん。荒れてます。荒れてる方が面白い。荒れてる方が面白い。8KL 誰だ、マジで。8KL 全然関係なくない。マジで関係ないから。俺らはだって全然。まあそうですよね。だから、武器性は。それはやばいだろ。いや、多分そのレベルですよ。え、じゃないと多分。意識してるの。あ、武器さんか。いや、だからたまたま。またマジで見つけて知ってるやつかみたいな。俺ガニラ知ってるやついたかよ。俺ガニラはもう明らかにモナコで、明らかにこれも確信だろ。モナコも古文の時確信だよ。俺ガニラは俺ガニラだったらあかん。大トリア。これもマスコさんでしょ。これも確定でしょ。これトリアはもう確定でしょ。いや、多分もうあの今のところあの2、3回しかコメントしてないって言われてて、いや、あの大トリアもう確信でしょこれ。俺じゃない。いや、多分、いや、何回コメントしてますね。結構正直に言ってもらっていいですか。多分もう100回ぐらいかまってると思うんですけど、なんでその周りの中で誰とやって言った時点で俺確定みたいになってる。いや、もう間違いないです。いやそう。あの、これ大体マスコさんに俺じゃないです。これは大体これは俺じゃないよ。いや、もう確定でしょこれ。いや、小林さん、これダメっすよ、これ。俺に謝る準備しといて。いや、もう、前に調べますよ、そこまで。俺に謝る準備しといてよ。つまりは、もう、確信以上は。あの、でも、2、3回で切ったんで、ちょっと、いや、これはちょっと、俺じゃないのかできないっすよ。俺じゃないの、これ。
これコメントが面白すぎる。覚えがないもんだって俺。コメントが面白すぎる。まあでもこれ何年前だ。もう3、4年前。4年くらい前だよね。まあとりあえずのマス大体のコメントはマスコさんってことで。いや俺覚えないよ。マイサス元気だよな。ないでしょ。いや多分あれは多分違う人。でもいい前サブ多分マスコさん。なってこれ。こいつ前サブで何出るかそれじゃねえ。いやもうトビはないでしょ前サブも。ない。じゃあちょっと。あ、ね、え、ね、そもそもね黒棒俺なの。そうです。その中に。黒棒俺じゃん。うん、じゃあ違いますね。ちょっと違いますね。今気づいた。若いね。俺黒棒だからさっき。俺それにびっくりした。わかんないけど、乗ってるってことは。びっくりした。うん、え、俺のカード誰か乗ってたとかじゃない？いや、じゃない。店内だからありえるんじゃない？いや、わざわざカード使わないですか？え、ちょ、だから要は、その…プライベートじゃないですよ。店内。あ、店内か。これ何兆ラジオか。暇だ。いや、これ意外にコメントなんか知ら やってるやついるよ、これ。いやーとか打たないですよ。いやいやーさ絶対に。いやもうたぶんほぼ 80% ぐらいだもん。おば、あのあれおば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 じゃない。おばちん見える。おばちん見えるも明らかになんかちょっと怪しいなって感じ。怪しくねえ俺。おばちん見える絶対俺じゃねえよ。うるせえすぎちゃう。あーそれ神の国に言ってる。あーそう投稿してる動画はゲームだから多分。もう事故射撃手術つかないかなって。ついてもついたよ。昨日の時はないからね。早い。これ今のオタク特有の早口。読み切れない。マジわかんない。何もするのもう今飲んでるから動体視力が。しかも絶対体育サービスじゃん。ああ、 SF？骨格やり込み出るな。おおおおおお。これもう永田早い。俺の今のここメガネ。ここメガネ。地味に退屈で横出し切りでなんかパッとしてたらやばいな。どうぞ俺か。あるか。動きない。ツイッターの。ツイッターの。ほんわか。ほんわか。ほんわかじゃねえか。なんで名乗ってたんだよ。だからは俺なんか見たことあんなと思った。今のやるわ。あとモンモン。あ、モンモンさんもいたな。そういうダブルピンセルフじゃないんだ。モンモン家はたまにいるよ。多分会議しないんじゃないかな。ああ、なるほど。この間も黒服着てた。あ、あります。砂はね、知らないと思う。多分知らない。全然出てない。でも今日ウィーレいたから。え、ウィーレいた。誰がウィーレ入ったの。いや、ウィーレがリボンにいた。知らない俺ウィーレ。フルバンの時に目立つよ。フルバンの時に目立つよ。ストフリーめっちゃ上手いやつだったんだよ。ウィング使ってなかった。あ、そう、ウィングも使ったし、あとストフリーめっちゃ上手いんだよ。おー、死んだ。スクート君だ。あースクーに食べて、1時間ぐらい待たされた。シャフレやってたね。なんか、パタボ1万7000取ってんのに負けてたもん。バウンシーが相当ひどかったみたいな。カプルで、パタボ1万7000取って、え？負けたんだみたいな。すごっ！マジ？これはね、俺だけだ。すごっ！これね、ちょっと覚えてる。すごっ！これなんでだろう？スボハチ？スボハチってなんか覚えてる。スボハチってどういうことですか？いや、わかんない。え、なんか覚えてる、スボハチ。スボハチってなんか店あります。何鉢っていうのも店の名前。赤羽なんじゃない。ああ、確かにあったよ。馴染みがあるね。スボハチ。なんかね、今強くあった。でも全然関係ないで。てきりもいない。いや、今、きりいます。今、きりってなんだよ。きりってなんだよ。相手が団長とスボハチで。ああ、スボハチ。スボハチのじゃん。俺がどれが使ってるの。相方がスボハチ。あらかたが俺なんだ。え、つか団結誰。団長は誰。団長は
あの、バスター、バスター。ああ、富士山だ。これ、バルボリア買い方、運命か。運命です。やっぱ運命ばっか使ってるな。使ってましたよ、私は。ダブルオーカー運命じゃないですか。っていう、こう、ホビールームが、これ、これ。まあ、やっぱ、リンゴはあんま使ってないですよね。リンゴ、今までずっと使ってあんまないと思う。なんだろう、リンゴが一番。それそれとあの指のあれやばいっすよ、もう手間めっちゃうまい。いやでも練習が大事だ。練習に行っといたから。また来週はお前で超えますよ。昨日マシカくんチャンネルな縄谷になってスパチャをスパチャ入れたから。そうか、それ見られてる。笑ったわ。笑ったわ。見られた。そう、見られてる。ツイートしたらこれ見てたわ、あれ見て。スパチャを振ったことないから、ちょっと長田さん、9年前から好きでした。頑張ってください。そう、なんかたまたまコラボの動画だったから2000人見てたから、いい宣伝なんだよ。俺もたまたま YouTube つけたら、あ、やってんじゃん、見ようと思ったら、マシカくんチャンネル、マシカくんチャンネル1200円っつって。すごいな。びっくりじゃん。1200円。周りがなんか200円とかしょっぱかったから、どうしよう、これはちょっと意思と合って、多めに出しとくかみたいな。あんまり読まれなかった。なんかちょっと思い出話で終わったね。ああいう時ね、ちょっと下手くそだったね。え、愛知県の人じゃねえのとか言っちゃうけど、なんかね、もうちょっとあのコメントが反応するような内容じゃなかった。あのセンスボットが好きでしたみたいな、センスボット懐かしいみたいなコメントになるように、ちょっと上手いコメントするべきだったなっていう。いや、先あれじゃダメだよ。あ、ダメだね。ちょっと無難すぎた。あれ無難すぎだよ。あれちょっとね、次行かせよ。もう一回スパチャ。一番はでもレオシグに送るのが一番。送って、あ、乗り込んだ。1200円。俺生で見てたからな。生で見てたから一番面白い。え、みたいな。唐突すぎるもん。とりあえず1000人行きたいよね。1000人、あ、行きたいね、1000人は。でもあれから増えたんだよ、7人ぐらい。何もしてないの。あれしょ、あの、ミルタム…すごいな。日本 DVD 全部日本格闘じゃない。日本系多いな。日本 DVD ってなんだよ。何が違うんだよ。ツボキャン。ツボキャン。アメキャンみたいな。いや、これ、大体マスコさんだと思う。まあ、この動画は少なくともそうかな。そうね。つぼ系は基本的にもうマスカさん。いや、日本系はこれも貸し切り。もしかして日本系はどうだと思う。貸し切りじゃねえ。つぼ系はどうすか。え、つぼ系はどうすか。相手があれ、俺アリオス使いじゃねえんだよな。つぼ系はなんて言えない。いや、まあなんかギリギリ海水くんあたりがありえそうかなぐらいですけど、でも確かに。いや、わざわざ見てコメントするかと言われるとマスカさんなんですよね。あんまり持っけてない。身に覚えがないのは本当だもんね。身に覚えがないのは本当。あ、でも ID 一緒だったら。だから ID したら。ID バレする。いや、もう誰かが仕組んでる。まともに言ってた。どういうことなの。溢れ出るゼータ使ってます。金沢 F なんだ。あ、金沢 F やってたね。まあなんか、ね、S が弱いって言ったから金沢 F。最終的にでも E とかだったかな。結局 E にたどり着いたんですよ。あ、そうなんですね。最後らへんなんか結構カゴバの動画に出てる。結構シャッフルやったけど、カゴバの動画カゴバで4回ぐらいさらされてる。いや、さらされてたね。水泳ってか、まあ、あの兄弟兄弟、兄弟動画、うん、全部負けしてる。全部負けしてる。一人のチャンネルで3回ぐらいさらされてるのやばい。カゴババリボンにいたのが便利だった。多分あれじゃないかも。ああ、そうか。いや、え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 、でもあの兄弟結構あれじゃないですか、やっぱ動画映えするんじゃないですか。まあそうね、うん、動画映えするって別の意味だから。遠くに画像撮れないんで。いや、あの再生数多いしね、やっぱ感じだけど。あの兄弟結構土日ずっとやってたから、うん、あと意外に再生数多いからな、ほんとに。うん、相手もマスターだったからな。
タイクがマスター。マスターってなってんですげえな。タイクスからマスター。6000戦でしょ。すごい。で、累計で1万2000戦くらいですかね。うん。なんか俺そう、タカさんのすごいとこかなと思うけど。なんかいや、やり込めるのは大事だよね。明らかに。あれすげえでしょ。ずっと同じキャラ乗れるからね。それはすごいなと思いますけど、シゲさんに関してはもうあれはちょっと違いますね。イカれてます。しかも多分そのなんかさ、まだリボガンとかなんかこうテクイキャラを5万セット。F0 やめろ。いやこれはファイヤーエムブレム。いやあれ多分支援学校行った方がいいですね。ガナザク支援学校行った方がいいです。これはファイセイの人生。ありがとう。これそうですね。オンラインかこれ。ユッテンシュ。あこれは赤羽の店内だ。これね知らないやつ。じゃあね、なんかよくね、Gセルフ割り方で組んだもんね、ダブルで。俺、これ Gセルフだけめちゃくちゃ頑張ってテープやってるから。他のテープだと絶対突っ込んでて死んじゃうんだけど、Gセルフだけはすげえ楽しそうで、しかし。この人は張る？どこかやめたのね。俺、この BGM 聞いたことあるんだよな。スマトラだからね。あ、スマトラか。はい、焼いてる。だからか。だからだわ。特に俺のダブルだと相当組みづらいから。本当に意識して頑張った。でもマスコさんと動作の解析はめっちゃ立ち合いがあると思うんですよ。いや合わせたんだよ、まあ、合わせたの本当に散々言ったもん。あいつ俺にも言うし、あいつ俺もあいつに言うし、あいつも俺に言うし、もうこうしてくれこうしてくれって。えそれが最終的に整って。あそうそうそう。ならまあいい、まあ、多分一番最初にね、多分相方っぽい組み方したのあいつなんだよ。なんか、いやなんだろう、まあ、キャラによるとは思うけど、なんか個人プレイ感が強いんですよね、あいつは。俺がもう両方っす。あそうなんだ。なんでなんか、昔の印象はそうかもしれない。今はちょっと、確かに、カイセ君の場合は分かんないですけど、マスコさん結構個人プレイ感が強いっていうイメージですね。マキブの初期まではそんな印象だったから、マキブ のスポランの出る、みたいな。あのアトラの辺からだいぶ連携っていうか、うん、それこそよくドレノが先落ちして一番最後の展開でストフリ落とす落とさないみたいな、あいつがウィングでもいいですけど、ゼロセス持ってるかガンダムバース持ってるかシード持ってるかみたいな、絶対最後死なない時にあれを持ってるのがあって連携持ってるなっていうのは、そこら辺わかんないからだけど、これアップだよ、そうそう、これラストだから、で、僕はさ、俺、相方、普段組んでない人だと、これダブルを絶対この体力残さないと死んでっちゃうんだよ。あ、もう5時か。僕、散々、ライザー使って、どうしたの？これだけつけるんだけど。今、これ全部どうなってるの？まあ、ただ、あんまり人生力これ大変そうだから、あんまり無駄な。洗面台って直してばいいですよ。割とあれですね、やっぱ個人プレイがちょっと俺は強めかなと思ってます、どうしても。まああれに言うんじゃない、ガナザクが対面だった時に出てもらったら結構出るとかあるの。いやなんか全部そうかな、全部イメージ、なんか自分が勝つ前提だったらそれは OK みたいなイメージなんですけど、俺自分勝つ前提で動いたことない。そうなんですか。動いたことない。全然動いたことまずない。なんか割となんかイメージというかそのこうこうやってる感じだと。ここいいですか。どういうことやね。コメントどういうことや。僕は導きじゃないか。なんかそれが悪いってわけじゃないんですよ。その個人プレイでもいいとは思うんですけど。はい、いや俺タイマンがあんまり自信がないから基本的に多分タイマンしてる。あ、上司がどこ。相方がタイマンしたがってるか。はい。っていうぐらい。まあ。こんな感じでコンビニ行きましょう。お疲れ様でした。全然実況しないからチャンネル登録と高評価お願いします。